い、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。8日ですね、木金曜日の6時半でございまして、昨日ねここでね打ち合わせと称して、打ち合わせだったんですけど、実際の打ち合わせはしてたんですけど、もういきなり始まったからね、6時半とかに始まってるんですよ。もういきなりお酒いっぱい持ってこられてね、行きましょうかっつってこう飲みながら仕事の話をずっとしてたんですよ。で結局ね、仕事終わってからね、雑談が盛り上がってね、盛り上がってやってるうちに10時頃になったんかな、あれなんかね。そしたらガタガタガタッと地震が来て、おー地震やわとか言って、おっさんが4人でしたかね、ほんで、うわーこれあかんわって揺れてるやんっていうね、もう酔っ払ってるんで全然怖ないんですよ。あれシラフやったら怖かったんちゃうかなと思うんですけどね、テレビを抑えに行きましたけどねほんで終わってからあれなりましたね、そういう携帯がピピピーってなると同時に来てましたけどね、ほんまにうわーっつってテレビ押さえに行ったんですよ。で、収まったわーっつって、もう酔っ払ってるとね、強いですね、ほんまにね。ああ、あかんわーとか言うて、んで、テレビつけようとか言って。テレビ、うちいつもね、テレビなんか見ませんから、一月に一回も見えへんかな。電源抜いてあるんですよ。当たり前ですけどね。で、ああ、電源入れなとか言って、で、電源入れてしばらくにーっと回ってて、電源入れてなかったらこんな場面になるんですかって言われたから、そうなんですよ。もう全然見ませんからね、つって。で電源入れてやったあれ地震速報があって、で仲間もう帰りましょうっつってで帰ろうとして駅に行ったらですね、地下鉄動いてないやん、動いてへんやんほんまにもうそんな時絶対タクシーも捕まりませんからね、どうしようかな、事務所戻って寝ようかなと思ったんですけど、あ結局なんか動きそうやったんでね、10分ぐらい待たされましたけど、結局なんとか帰りました。で一緒に帰った人もさ、最後あおっさん4人や3人やったんか、であっち方面帰った人、千葉ニュー方面帰った人がいたんですけど、帰れたんかなあの人もう一人川崎方面帰って、今日電話かかってきたんで、どんなでしたって言ったら、もう駅ごと10分ごとに止まりながら帰りましたとかってまあでもお互い帰れてよかったよって、まあ私もね1時間ぐらいかけて帰りました。いつも35分ぐらいで帰れるの、まあそれはええんですけど、かなり来ましたね、真下が震源地だったとかって聞きましたけど、もう怖いなという。で、今ヤフーニュースを読んでましたらですね、地震によりエレベーターも止まりました。国土交通省によりますと、地震の揺れを感じて停止したエレベーターおよそ5万5800台、すごいですね、ほとんどのエレベーター止まったんじゃうのって感じですね。中に人が乗っていて閉じ込められたのは東京で18件、神奈川で5件など合わせて28件でした。いずれも救出済みということです。これね、あの程度の地震だからこそ良かったんですね。東日本の規模、あの時は200何件閉じ込められてるんですよ。ただまあそんなに大きなことにはならなかったんですけど、いやあの時の記憶ではですね、かなり長い時間、長時間閉じ込められた人もいました。問題なのはね、そのエレベーターに閉じ込められたらですね、救出されるまでどれくらいかかるかということなんですよ。あの東日本の時で、あれですね、24時間ぐらいの人確かいたと思いますよ。で、あの程度でああなるんですよ。震度7来たらどうなるかといったらですね、閉じ込められる件数も飛躍的に増えますし、救出までの時間も飛躍的に長くなるんですよ。でエレベーターってね、なんていうか、エレベーターの技術者が来ないと開けられないんですよ、あれ。最悪ね、消防士が開けることはできるとは思いますけどね。でもその場合エレベーター壊さなあかんんですよ。まあだからですね、非常に難しい問題で。で、エレベーターの技術者がね、まず最初に向かうのは病院なんですよ。病院、学校と来てですね、で、その次、あと商業施設と来て、最後はマンションなんですね。一番ケツに回されてるんです、確かマンションは。まず一義的にですね、地震が起こった時にエレベーターに乗ってて、理論上はね、最寄り階停止なんですよ。理論上は。あんなもんでもね、どう言いましょうね、その理論上マニュアル通りで働くかどうかなんて分かりはしません。で、こう5万5800台止まったわけでしょ。
で今回ね、たかだか28件で済んでるわけですけど、あの必ず故障も起こりますしね。で最寄り駅停止装置のついていないエレベーターもまだ残ってるんですよ、日本にはね。だから多分ですね、震度昨日5弱ですか、震度7ぐらい来たらですね、何千件で済むかなっていうぐらいの閉じ込め事故が起こるはずです。ほんでね、救出されるまで長ければ48時間とかになると思います。いや、あの空気は大丈夫ですけど、水は持ってなければ大変ですね。であとはトイレですね。であとは精神的なもんですね。で一人や二人やったら座り込んでへーって待ってられますけど、あの立ってなあかんぐらいの時やったらもう地獄ですね、それね。いや怖いなと思って、あのまずはそこなんですよ。あの特にタワマンですね。タワマンの場合、タワマンにはエレベーターに乗ってる時間が長いんですね。高速とはいえ長いわけでして、で、まあ、最寄り駅停止だったらまあまあなんとかいいんですけども、あの最寄り駅停止するぐらいのになりますとね、次動かすまで時間があるんですよ。あれ最寄り駅停止になるとですね、次技術者が来て安全点検をしないと動かせないはずなんですね。故障していないかという、エレベーター故障した状態で動かしたら、まあ、事故りますからね。そしたらそれまでエレベーター動かないという状態になります。あの311の時はそうでした。あのだいたいあの時はね、短いところで5、6時間で復旧してます。で長いところになると2日3日かかってます。で皆さんね、自分家のエレベーターが長い間止まっててんとはなかなか言わないんですよ。だって、あんまりあそこのエレベーターであれね、3日ぐらい止まんねんでとか言われたら、そのマンションのですね、資産価値下がるでしょ。だからそこは皆さん騒がないんでね、話題になっていないんですけど、実はいっぱい起こってたんですよ。あの時はね、エレベーターが動かんぐらいどうってもないなんて、命があったらまだええ方やんということでしょう。でエレベーターが動かんよりもさ、トイレができないとかね、新浦安でありますけど、ああいうところの方が大変で、それ以上に東北では2万人近くが亡くなってるわけでしょ。もうそんなどうでもええやんって話ですね、エレベーター動かんなんて。でもう実際にそこに住んでる人は大困りなんですよ。もう大変なことになります。やっぱしそのね、昨日みたいな地震でもですね、たかだか28件ですけども起こったわけです。いや、これからでかいの来た時には嫌ですよ、ほんまに。ゾッとしますよね、それを考えたら。で、エレベーターの次はね、あれなんですよ、トイレなんですよ。まあ、エレベーターがなんとかこう救出された、あ、まあ、とりあえずエレベーター乗ってね、済んだと、その次は、マンション住まいにとって困るのはトイレであって、まあ、トイレが流れてればいいですよ。最低限流れてればいいんですけども、あのマンションの場合もマンションに限らずですけども、下手したら、なんて言いますかね、流せないという、要は汚水管、下水管の中の汚水管が機能しなければ流せないという状態になります。そこで下手に流すと逆流するということ、逆流するうちが出てくるみたいなのがありますね。あのマンションで上の階でからですね、トイレ流したら流すことはできるんですよ。この前で武蔵小杉もそうですけど、下の階で逆流するっていうだけの話なんですよ。だからね、厄介ですよ、あの特にタワーマンションは。タワーマンションで皆さん災害に強いというふうに思ってるかも分かりませんけど、確かにあの躯体は頑丈にできてるんで、昨日ぐらいの地震でひびが入ったなんてマンションは理論的にはありえません。よほどの成功不良をやっていないと。でもその2つなんですよね、エレベーターとトイレ、ですね。これが機能しないと、もうとんでもない、ただの箱、鉄筋コンクリートの箱になりますんで、なんでこれが一番の弱点で、図らずも昨日の地震でですね、さらけ出されてしまったということになります。まあ、一応あの皆さんもいろんなニュース見てらっしゃるでしょうけど、このヤフーのですね、 TBS ニュースから来てる漏水26箇所、エレベーター閉じ込め28件、ライフラインに被害という、今朝のですね11時43分
に配信されたですね、TBS ニュースからのですね、ヤフーニュースのサイトを貼っておきますんで、私、そのエレベーターのところだけ読みました。他、漏水も起こっていたというようなことでですね、まあ、漏水ぐらいええやんと思うんですけど、読みたいという方はですね、一応参考のために貼らせていただきます。はい、どうもありがとうございました。